JK の皆さん、こんにちは、さくやです。今回はですね、ちょっとね、やっていきたいことがありましてですね、早速行こうか。まずね、言いたいことがあって、今回の、シーズンの衣装、一応こうやってもらったんだけど、今日のライブミッション、ちゃんとやってるでしょ、俺。なんか、プロセカやってないように見えてるけど、ちゃんと8000まで貯めてるからね、もう現時点で。だから、昨日ぐらいに溜まったのかな。まあ、とりあえず、終わって、やったんですけど、まあ今見ていただいた通り、俺はですね、プレミアパスを買ってます。で、なんで買ったかっていうと、普段からあんま買わないんだけど、これ今回買いました。これ衣装がやばいのちょっとかなでちゃんが着てるんだけど、やばくないこれいやこれね、ちょっとやばすぎて買いましたね。2000円もう即払いました。で、この衣装のね、色違いもね、ゲットしたんで、25メンバー全員に着せて今回踊ろしたい。でね、ここでね、俺の大好きなエナナにもこの衣装着せたんですよ。それがやばくて、ちょっと見ていただきたい、みんなに。ちょっとね、これ見ていただきたいのガチで。2回行ったな。なんで2回行った俺いくよ。はい、黒色着せてます。やばないいや、マジでやば。これエナナやばない、これ本当に。いや、これさ、俺ね、おためおあっちゃんあっかんで、とりあえず着せてみたんだけど、本当にやばくて、これね、もうね、最初見た時、動画撮ってなかったのよ。最初見た時やばすぎて、ちょっとね、30分は言い過ぎだけど、本当10分ぐらいずっと眺めてた本当にやばくて、エナナの黒色の服ってめちゃめちゃ俺好きで、すっごい似合うんだけど、他にもね、いろいろ変色とかできたりして、最初白から始まって、白もいいんだけど、でね、ピンクとかも似合うんだけど、俺的にはね、やっぱね、紫とか黒が似合うなって個人的に思ってて、この2つ似合うなと思ってて、黒の破壊力やばない？本当に。やばダニエンのやばなんなんだけど、本当に。とりあえず今回、君の夜をくれということで、これね、ほとんど俺ね、曲聴いてなくて、楽曲も一回エキスパートで遊んだぐらいで、あんま聴いたいことないんで、ちょうど曲を聴く機会にもなるので、そこで踊らせていきたいと思います。さあ来ました、君の夜をくれということで、この曲本当に1回ぐらいしか本当聞いたことなくて、なんか今日カミカミだな。あ、みずきちゃんだ、かわいい。何、うん、あ、ちょうどみずきちゃんじゃん。いいじゃん。みずきちゃんのさ、この目からこう目の頭からこのピンクの出てる匂いの、あ、ルカちゃんね。そう、今回ルカちゃんが入ってんのよね。いいよね。高画質でお送りしたいと思いますって言っても、多分動画化したらちょっと画質下がっちゃうけどっていう、俺の無駄話が過ぎましたね。おっとやばいぞこれ。え、待って、やばいかもしんない、本当にやばい。なんか ID スマイル感あるね、後ろが。お、すごい。ちょっと音量上げたい、音量上げたいんだけど、いい？音量上げたい、爆音で聞きたい。待ってかっかいやー、ちょっと待って、本当にエナナのパートが半端ない、はい、ちょっと冷静に見ます。いや、ルカちゃんのこの黒衣装も最高だな、本当に。いや、かなでちゃんやっぱ白だよね、この透明感ある。白が最高だよね、本当、かなでちゃんに関しては。あ、いい！あ、ここエナナのパートにするのも面白そうだね。で、来るか、エナナがなかなか来ないな。待って、いい！あ、最高！あ、やばい！黒と黒の衣装にしてよかった、マジで最高。やばすぎる。何？はい、曲がちょっと聴けてないから、よくわかんない。曲の反応がしづらいっていうね、 MV だけの反応になっちゃったね、ごめんね。なんだ、ちょっと待って見入っちゃった、ごめんちょっと待って、見入っちゃったんだけど、完全に見入っちゃったんだけど、ごめんね、ちょっと黙っちゃった。エナナが、いや、これエナナのやばすぎる、ほんと衣装が最高すぎるな。はい、今回あれなのかな、みずきちゃんがメインなのかな。みずきちゃんが前にめちゃめちゃ最高だね。なんかもうみんな綺麗だよね、みんな足細くて綺麗だよね、俺も足細いですよっていう俺の情報いらなくね。何、ああ最後、待って、やばいかもしんない、これもう一回見たい、やばい、もう一回見てきます。えなた